インド君は大韓民国出身の元プロサッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションは FW。ニックネームは爆撃機。うまさはないが、厳しい状況から強引にシュートへと結びつけるプレースタイルが魅力。1998年から2年間、J リーグのビッセル神戸に所属、長島明宏とツートップを組んだ。 また、川鈴船とのコリアンホットラインが機能し、神戸への2年連続の J1 残留に貢献した。1998年3月21日の J リーグ開幕戦となった名古屋グランパス8戦で、J リーグデビュー、J リーグ初ゴールを決めると、決勝ゴールも決め、3から2での勝利に貢献した。1999年11月23日、 セカンドステージ第14節のガンバ大阪戦のゴールがビッセルでの最後のゴールとなった。2年間で58試合27ゴールとほぼ2試合に1ゴールの得点率を残した。2005年8月31日には K リーグでの通算113ゴール目を決め、同リーグ歴代最多得点記録を更新した。2005年限りで現役を引退。 2006年から2012年まで城南一和天馬。2013年は、エバラ FC のコーチ。2014年は、U、U-20 韓国代表のコーチを務めた。2015年から、ニガーユナイテッドの監督に就任したが、2016年8月、成績不振で解任された。2017年より、ウルサン現代 FC の監督に就任した。その他の公式戦。 ありがとうございます。